はい、ありがとうございます。あ、早速入っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。みやちゃんも入ってくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、今日も今日とてパッションさんがおらずこの2人でねやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。頑張ります。そう、今日目白めちゃくちゃ忙しそうなのでそうですよね、本当ね、羨ましいですね。そう、手が離せないみたいな、今日はパッションさんなしで2人でやっていきたいと思いますので本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではそろそろ始めていきましょうか、ね、あ、ファイトってありがとうございます。ありがとうございます。よし、それでは皆様こんばんは。こんばんは。シマーク自由が丘店のミニインスタライブ、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、パチパチありがとうございます。あ、ありがとうございます。本当嬉しい。あ、ファイトはって頑張ります。さて、本日のテーマですね。はい、あの春のニットすごくかっこいいですっていうテーマですね。もうかっこいいですって言い切っちゃってるテーマですけど、そうですね、ニット。はい、ニットで今回やっていきたいますね。はい、では早速やっていきましょうかね。ですね。はい、よろしくお願いします。じゃあこれは、ここ置いとこ、はい、置いといた方がいいね。さて1本目。頑張れ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、春のニットがテーマですか。楽しみです。そうですね。春のニット。まあ今日も今日とて寒いですけれども、やっぱり今着ていきたい感じで提案させていただきます。画面越しに伝わればいいな。いいな。そう、それはって、そう、あ、これ熊谷さんかな。そう、目ざといですけれども、あの前回土曜日、宮部さんが着てたのか、あのライムグリーンを着ていたメイメイ J の羽織ですね。このすごいアシンメトリーの、これ楽しいですけれども、そう、自由が丘はこのさらしの白の感じが入っております。目白でご紹介したのはこのライムグリーンの感じですね。これもまた綺麗な色で、そう、全体像はこういう形になってるんですけれども、なんかハンガーもかかってないとどこから腕と頭出すのかしらみたいな感じで面白いんですけど、ここがパクッと開いてるんですね。このまんまスッと着ていただいて素敵なニットです。で、今回は僕はこの白、本当にもう真っ白って感じですね。この感じにオリジナルの、これ見えるかな、真っ黒で、あのこのカマーベッドのついたリブニットワンピですね。あ、ネックレスない方がいいと思います。そうですか。じゃあ外しますね。そう、こちらを合わせてみました。これ完全に前開きにするとまたなんかちょっと丈が段違いみたいになって面白いんですけれども、こうやってちょっと開けた時に首元が寂しいかなと思って、ちょっとこのネックレスを仕込んでたんですけれども、閉じてしまった時は確かにない方が
いいかもしれない。そう、カマフェルトいいんですよ。で、またいつも使っているフトベルトで合わせてもいいと思うんですけれども、ちょっとここのジップのがっしりとした、実際に重くはないんですけれども、ちょっと重みのある重厚感のあるこのジップは生かしたかったので、あ、違う違う、最初の感じ、あ、この感じにネックレスいらないということですね。失礼しました。そう、これだったらこのまんまいいのかなと思いますね。で、こうやってダブルジップになってますので、まあ、ここからでもちょっと遊びが効くんですけれども、今回はまあもう黒に白っていう、もうやっぱりこのニット見せるなら黒白でいった方がかっこいいかなって思ったので、この感じで提案させていただきます。そう、このネックレスとこのジップの感じ、もうなんかここのベルトはもう本当もう備え付きのカマベルトの感じでいいのかなって思います。で、今回はこのロングブーツで合わせて、もうスリットがバシッと効いてるので、このくらいで、あ、間違いなくかっこいいです。ありがとうございます。あ、嬉しい。パチパチパチパッションさん見ていただいてそう、これが結構ね、あのこれメイメイジェイの煽りが、あ、ありがとうございます。割とまあカジュアルな感じにどうしてもなるので、まあカジュアルな感じで合わせて、なんかデニムとかですごいかっこいいと思うんですけれども、まあ、あえてきれいめの中に合わせてみると、それはそれでまた違った面白さがあるんじゃないかなと思っての提案ですね。まあこれ以上の展開はあまり考えてなかったのであれなんですけれども、まあ C っていうのはやっぱりこれから今日明日って着ていくのに、これだけだと少し心もとないかなとも思うので、もう使い倒してやろうくらいの感じで、オリジナルのラップコートを、なんかすごいかっこいいですよね。でもね、このニットいいですよね、やっぱりかっこいい。この全部締めた時の首の高さ、これまた綺麗に立ち上がるのですごいいいんですよ。でもモードです、え、いつもモードですみたいな。ああ、そう、モードです。佐々木さんの真似。ああ、そういうこと、わかんなかったありがとうございます。中が白くて何、春を感じます。そう、あの全体黒で使ってても、この白がすごい綺麗ですよね。そう、きなりとかじゃなくて、もう本当にさらしの真っ白なんですね。これがなんかすごい爽やかさあって、とても良いのですコットン 100% ですか？こちらはコットンが70でナイロンが 25% で、残りがポリウレタンですね。基本ベースはコットンになってます。綺麗ですよね、本当に。ね、あ、これいいですよよかったらぜひお試しになってみてください。お、皆さんなんかいっぱい入っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。そう、これはね、まあ緑でもこれ綺麗なんですけど、ここはもう黒白でバシッと爽やかに、これだったらちょっとデニムの感じとかがかっこいいと思うので、黒に緑でかっこいいんですけどね
また全然着方が変わるので、なんかなかなか楽しいニットですね。今回あえてこのきれいめに合わせてみました。ちょっとおすすめです。ぜひお試しになってみてくださいね。すごい綺麗だと思います。はい。でこちらニットそのものが唯一無二、ね、ビームに合わせても楽しいですね。ね、そうですよね。いいコメントいただいちゃってはい。で今回はあのワンピが綺麗にあの体のラインに沿ってこのスリットのところまでタイトなシルエットで着てるので、まあえてラップコートいつもショートで合わせてるんですけど、ロングで合わせてもすっぽりと収まるようにしてみました。じゃあお値段の方ささっといっちゃいますねこちらのこれかよいしょ、オリジナルのウールのラップコート大人気ですこちらのこっちはショート丈ですね。白赤黒ってあります。こちらのショート丈のお値段が64,900円が32,450円になっております。でこちらのロング丈の方が66,000円が33,000円になっております。で今回のこのメイメイ J のニット本当この白綺麗あとこのライムグリーンとこちらのお値段が57,200円になります。結構密度もしっかり入ってて、このジップがすごいまた綺麗なんですね。波打ちなくちょっと重厚感のある感じですけど軽いですねでこの中に着せているオリジナルのカマーベルトのついたリブニットワンピ、これも下着のラインとか拾わなくてすごい綺麗なんですよね。体のラインとかもでも綺麗にタイトですね。こちらのワンピが38,000円が21,560円になっております。明日じっくり観察します。あ、そう、明日ね、熊谷さん自由が丘に入っておりますので、よかったら遊びに来てくださいそんな感じで、じゃあ次は新谷さんによろしくお願いします。よいしょ。そう、これはなかなかおすすめですよ。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございますお願いいたします。今日はもうささっとニット、すごいすごいニットということなのでもう上半身だけとりあえず見ていただければと思います。これが、マレラのこのカーディガン、すごいラメが綺麗に入ってるんですね。わかるかな、わかりますかね、見えてるかな、画面が追いついてないけど、すごい、キラキラしてる、キラキラしてますか、してます、してます、さりげないこので、あえて前を締めてまずは着てみました。そして後ろ姿もね、何気ないけどすごいかっこいいんですね。こんな感じで、でちょっとこのちょろって見えているものがですねまたなんかすごいかわいい、これはニットじゃないんですけど、うん、こういう感じで着ていただいてもかわいいかなっていうのがまず
一つです。モノクロームですかって。そうですね、あ、そうですね、モノクロームの。すぐに戻りますので少々お待ちください。あらニットなので今日はそういっぱい見せたいみたいなんです。中が気になるって。そう、その中、中ちょっと今の脱いで見せられないですか。あ、中ですか。うん、中だけでも。ニットじゃないんです、これはね。そう、カットソーですよ、ね、カットソーすごい可愛いんです、これ、ほら。なんだか可愛い。そして、ね、なんかこの柄いいですよね。そう、これ、お揃いのね、一応、何でしたっけ。ストール？まあ、せっかくなので、もうこんな感じでございます。ね、ちょっと楽しいですよね。楽しいんですよ、これもすごい。赤がね、可愛いので、なんかすごいいい感じなんですね。こういう感じです。ね、ちょっと可愛らしい。あ、ストール合わせてってね、巻いてみてください。そう、ゆっくりね、やりたいんですが、その暇は今日は割となかったりするんですよ、次に。次にお見せしたい。何初めて見たって熊谷さん。本当ですか。すごい可愛いでしょ。何って感じぐらいに。そう、ひっそりと可愛いの。こんな感じの。でもこれとこれを合わせるとちょっとうるちゃーいって感じかな。まあでも柄がやっぱり合ってるので全然、ね、この赤い部分がすごい可愛いんですよね。ということでとっとと進めさせて、まあ、いただきますね、うん、でもとってもいいですね、うん、あ、大丈夫ですか。大丈夫です、ありがとうございます。よいしょ、よいしょ。これはこれね、すごい可愛いの。この色合わせが大好きな感じなんですけど、うん、で覚えておいてくださいね。いいって ね、 ね、いいですよね。でこちらのストールが綿100分なんですね。綿100の超大判のストールになってます。なんか大きい正方形が2枚みたいな感じですかね。そう、ちょっと透け感のある、そう、綿100です、綿100です。でめっちゃいいって、ね、めっちゃいいですよ ね、 本当に。なんかストールだけでも楽しい。そしてですね、ニットがすごいかっこいいでしたっけ、春のニット。そう、かっこいいんですよ。かっこいいんです、これ。この間、モッチーさんが、そうですね、着てらっしゃったんですけど、でもやっぱりかっこいいし、今日うちにも入ってきたのでちょっとお見せしたいかなっていう。あ、この寒さを忘れて気持ちが春になりますね。そうです、そのつもりで寒いけど頑張ってみました。そうですね。とりあえずなんかもう本当にね、この感じがすごく素敵なんですよね。で、うん、この V 開きもすごい開いてるんですけど、なんだかかっこいいじゃないですか。なんだか見えない、ごめんなさい、うん。V が深い、あ、そう、セクシー、深いんだけど、なんかセクシーなようでセクシーじゃないのかしらみたいな感じの、いやらしくないです。そう、そうなんですよね。このちょっとキラキラっていうツイードっぽい雰囲気のこの感じもまたすごく好きなんですけど、うん、こういう感じで本当かっこいいですよね、ニットね。なんかすごいかっこいいっていう、そう、本当かっこいいなんですよ。ぴったりなニットですよね、うん、なんかもう早く春が来て夏前になってこれで歩きたいなみたいな、ね、なんかこの1枚で歩いてみたいですよね。ですよね、本当に素敵でかっこいいと思います。なんか袖の切り替え方まで綺麗な感じ、ね、あ、そうでしょ、すごい。なんか全部が、でこの丈感がね、なんか可愛い感じ、ちょっとチュンって、でも、うん、なんだろう、ピタピタっとしてないから、ね、ちょっとゆとりのある感じで、そう、すごくおしゃれな、なんか大人なニットかなって思いました。
なんかちょっと安心感のある竹だけど、うん、なんか長すぎずみたいな、うん、あ、新谷さん、ブイ焼きの深さをバッチリ生かして素敵。 ありがとうございます。なんだかね、なんかいやらしくないんですよね。竹感が絶妙って。そうなんですよね。そうなんです。本当にこの竹感がすごいね、絶妙に。なんかこういう細いパンツでもいいし、フリア履いていただいてもいいしっていう、うん、もう何でも合うかなっていうので、ね、割と何でも楽しんでいただけるニットですね。いただけそうじゃないですか。なんかこういう感じで、なんかお袖の長さもちょっと、そう、これはね、割とちょっとあるかなっていう感じで、なんかもう早くこれで海でも見に行きたいわぐらいのノリですね。凍えちゃいますね。で、次、もう少々お待ちください。はい。じゃあ CM 第2弾いきますか。そう、先ほど新谷さんが着ていたジップアップのお色違いですね。このラメラメの、分かりづらいか。あ、この感じですね。そう、この水色がまたすっごい綺麗でして、モノクロームのジップアップですけど、なんかいよいよ春って感じがして楽しいんですよね。でももうこれすぐ使っていただける生地感なので、こちらが綿が65、レーヨンが25で、金属繊維が 5% とポリエステルが 5% という生地になってますね。ちょっとレーヨンが入ってるので涼しげではあるんですけれども、そんなひんやり冷たい感じではないので使っていただけます。スプリングコートはなしですか。あー、スプリングコート、今回ニットをすごい回して見せてるから、ニットを残、まあ、なんかイメージがあればスプリングコートもぜひぜひですね。これがまたすごいかっこいい、うん、これちょっともうニット最後バージョンなんですけど、この横のスリットの具合だったり、なんかこの竹、お袖竹感もそうなんですけど、あ、安定のダブルジップって、そう、さっきのこのモノクロームの、ね、あ、そうですね、それね、安定ですよね。やっぱりマレーラのこの形は使えますよね。ね、そう、で、うん、このニットなんですけど、もう本当にまたこれまた普通に四角い感じなんですけど、後ろの丈感も、いや、なんといってもこのね、履き具合がすごいね、こう、な、片一方だけ足目なんですよね。アシンメトリーになってて。そうなんですよ。うん。んこれもいいって。いいんです、本当に。本当に。で、これもまたもやさりげに、あ、こっちの方が分かりやすいのかな、元気が。さりげに、そう、ラメラメ。ラメラメがさりげないんですね。色が綺麗。そう、色が本当に綺麗なんです。これってこうやってて色写って分かるのかな、うん、だいたい同じかな。すごいね、なんでもないんですよ、これ多分なんでもない感じなんですけど、すごくおしゃれなんですよ、うん、なんかこれでさらって歩いてたらもうかっこいいんじゃないかな。かっこいいですよね。で、なんか向こう側が透けるくらいの生地感な、なんか色がしっかりと乗ってるんですね、また。そうそうそう、何ももうこれで何もいらなくないっていう、うん、ね、白いパンツでもいいし、タイトスカートでもいいし、デニムでもいいし、いいしっていうので、もう本当にご紹介させていただく、いただきたかったかなっていうの、タタタってなんかね、枚数なんか見ていただきたいので、やっぱりいっぱい可愛いのが、いっぱい見せたいって言って、見せたくって、もうパンツとか合わせとかよりもうこれだけで形になるものをご紹介させていただきました。いらないいらないもうね、うん、羽織とかも、そう、もう何もいらないの、ね、巻き巻きとかももう何もいらなくて、もう本当にこれだけですごい、なんかもう
いい感じになれるかなっていうのがすごいあります。このね、横空きとかもすごいいいじゃないですかね。えそんなにもいらないってね、いらない、本当になんか首の空き具合もすっごい綺麗なんですよ。そう、横にね、横にちょっと、あ、こうやると見えない、どうしたらいいんだ、こんな感じがすごいね、かっこいいんですよ、本当に。で、これは後でご紹介出てくるんですけど、色は、色違いは白もあります。ということで、お値段の方が、はい、最初のこの T シャツもまた本当に可愛いですよね。片方だけスリットとは。そうなんですよね。 そうなんです。それが私すごいもうお伝えしたくて、実はそう、何気ないんだけど、本当にサララんって振り返った時にこっちだけがスリット入ってますわみたいなので、すごくかっこいいですよね。モノクローム春夏が素敵ですね。ね、そうなんですよね。本当に素敵、なんか本当に海外な感じっていう。そしてすいません、こちらの T シャツ、すごい可愛い柄の T シャツが19,800円税込みです。はい、19,800円。そしてその上に羽織っていました、まあ1枚でも着ていただけるでしょう。このカーディガンの方が42,900円でございます。カーディガンが42,900円。ね、触りもやっぱりすごい気持ちいいんですよね。ね、本当そうなんですよね。肩にこれかけるだけでもかっこいいですよ、きっとね。おしゃれ、こんな感じですかね。あら、なんかね、かっこいいっていう感じね。でも本当ニットかっこいいな。ごめんなさい。ね、本当、ニットをテーマにできてしまう。そう、本当にテーマなんです。今日のテーマはニット、すごいかっこいい、うん。そしてですね、このスペシャルにかっこいい秋のニットがですね、消費税込みの44,000円でございます。なんか言っていた。地中海のタイルシリーズ、赤と青の色合いが好き。あ、好きですよね、本当に可愛いですよ ね。地中海のタイル、なんかかっこいい。そうですよね、かっこいい。これにあの T シャツにタコイズのね、あの石の何かとかつけるとすごいアクセサリーが。あ、そうですね。そっか、これもお値段ですよね。地中海のタイルなんですね。ほら、これもすごい綺麗な。で、こちらの方のお値段が16,500円でございます。あ、地中海のタイルをイメージしてるそうです。うん、そうですよね。ラブアレイさんも詳しくていらっしゃるから。そう、すごいスペシャルですね。ありがとうございます、補足を。でもすごい綺麗ですよね。今話題の新子がけたカーディガンです。以上です。ありがとうございます。でも本当これ可愛い。このブルーも可愛い。ねえ。はい、すいません。ありがとうございます。はい。では、店長お願いいたします。2、3年続いてる。そうですよね。そうですよね。この感じ。また違ったタイルの柄やってましたもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。もうスタッフより細かく詳しくていらっしゃるからとても助かります。ありがとうございます。そう、僕もこのマレーラのモノクロームのニットですね。このベスト好きですね。これいいんですよ。あのテープヤーンのシリーズですね。もうお色違いが
ございまして、あ、こちらだ。画面が動かなくて放送事故になっちゃう。そこへ感じで、こちらもまた色とりどりにラメラメしてるんですけれども、こっちの方だとラメラメが伝わりづらいかしら。あ、この辺この辺、そう、柔らかさが何とも言えず好きです。そうなんですよ、これすっごい柔らかいんですね。この、そう、この手から垂れる布の感じでわかると思うんですけど、このテープヤーの感じすっごい柔らかいんですね。で、伸縮もある程度気持ちよく効いていまして、なんか優しく包み込んでくれるような、そんな感じのニットになってますね。で、今回はこちらにちょっと一枚で着せる度胸がなかったので、オリジナル あのカットソーの、カットソー生地 あのストールのついたブラウスですね、こちらの、こちらを合わせてみました。でちょっとデニムもブラックデニムで合わせて、上も黒で、このブルーがより引き立つんじゃないかなと思ってチョイスしてみました。本当はでもこのベスト1枚でもいいのかなと思うんですけど、あとはちょっとノースリーとか中に入れたり。そう、一見スウェードを編み込みした感じですね。そうですね、スウェードとか入ってるともうちょっと秋冬っぽくなるんですけど、今回は綿ナイロン04ポリエステルで、綿が62で、残りがナイロン32のちょっと爽やか生地になってますね。なのでもうこれさっぱりと、なんか春夏っていう爽やかな生地感になってます。カットソーできたって意外です。そう、今回はカットソーな感じで合わせてみました。で、切れ目の感じで合わせるけど、今回はちょっと全体的にカジュアルなイメージで攻めてみました。なんかカジュアルなんですけど、この帽帯の感じでちょっと切れ目の雰囲気が作れるの、なんかちょっと不思議な見え方できるんじゃないかなって思って、不思議に見えたらいいっていうわけじゃないんですけれども、こうやって合わせてみました。まあリボンにしないで垂らしても、それはそれでまたちょっと面白かったりするので、で、ベルトと靴でちょっと白を挟み込んで、よりこの青の爽やかさが出るかなって思って合わせてみました。で、ちょっと別に考えてたわけじゃなかったんですけど、このジップと合わせてもいいのかしら。同じモノクロームシリーズだし、ちょっと首元がわちゃわちゃし始めるんで外しちゃいますけど、なんかこのくらいの感じでまとめてもまた良いのではないでしょうか。あとはもうなんかいろいろアドリブですけど、なんか羽織物せっかくなので考えていきたいと思った。これちょっと今目についたの、これも前回目白でご紹介した、あ、いいって、ありがとうございます。この透け感のあるこのマレーラのジップアップのジャケットも、春を感じますね。あ、ありがとうございます。これもまた良さそう。
どうだろう、柔らかすぎるかな。これだったら中のカットソーのニットが、あ、このカットソーのブラウスがいらないかもしれないですけど、まあこの感じでも爽やかでいいのかなって思います。今日はこの辺か。これもちょっと一回お見せしたかったこのホッシーの白のロングコート、これめちゃくちゃかっこいいんですよねスプリングコートですよ。このくらいでいったらまた寒かったけど春感じて嬉しい、嬉しい。ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです、ね、なんかねお洋服だけでもウキウキしたいですよ ね。縮こまって寒いよって思ってるだけじゃ嫌ですよね。そうですよね、そう嫌なの。嬉しいな、そう言っていただけると、うん、ちょっとこっちのマレラだと生地がちょっと心もとなかったですけど、このくらいのコートの生地感になるとまた中のテープヤンの感じとかも生きてバランスが良いのではないでしょうか。そう、この柔らかさ、これだったらなんかこれ中身でも良さそう。で、ここのウエストの白のベルトが生きてくると思うので、そんな感じでいかがでしょうかという提案ですね。いいですよね。茶色でもすごいかっこいいですよ ね。茶色でもいいですよね、うん、このホッシーのコートを一度ご紹介したかったんですよねあの綿100のカル肩パッドが入ってて、柔らかみ、少し張りのある柔らかい生地ですね。さりげなくおしゃれなんですよね、このコート。そう、これね、ちょっと大好きなコートですね。これから着ていくのにすごくいいのでおすすめです。そんな感じですかね、はい、今だったらこのくらいだと思うんですけど、これだとちょっとちぐはぐしちゃうかしら。ライブでいっぱいアドリブをやってしまうけど、今日はアドリブ。でもこの中のニットがいいからこそ、なんかいろいろちょっと考えたくなる。なんかね、想像、今日想像いっぱい湧きますよね。そう、楽しい。なんかね、そう、今日寒いからこのくらいなのかなと思うけど、中のちょっと綿ニットとこれがどうかな、いいかなまあよかったら賛否コメントいただけたらと思いますけれど、そう、ティーラのこのくらいでもちょっと楽しいのかなとは思います。そんな感じでお値段の方いきますね。はい早々に立ち去ろうサクッとサクッと。こちらのカシミア 100% のフォックスのこのポンチョが10万5600円が7万3920円になっております。良いです。あ、よかったで、こちらのホッシーの綿 100% スプリングコートですね。先ほど のファーネ分が首周りファーでホカホカって、そう、そうなんです。明日最低マイナス1度らしいんで、あのくらいで言わないでちょっとねそう、こちらのスプリングコートが7万5900円になっております。ちょっとこのカフスのこの感じとかもなかなか、で襟もしっかりと台襟が
ヒと入っておりまして、この剣先の尖り具合とか、なんか細かいところがなんかいいんですよね。ね、羽織るとすごい綺麗なんですよね。さりげない、ね、さりげない綺麗さ。それにストールは？は？ああ、ストールってこっちか。このカットソーについてるストールの方ですよね。コートにストール、コートにストール、星のコート、ボタンの平たい感じが好きです。あ、そこに目をつけてくださってる。で、パパのが白、はい、このコートにストールです。ちょっと待ってくださいね。私の動かなくなってしまいました。もう一回入ります。あ、こういうことか。今回も今回でパッションさんに一切見てもらってないから。フィラメントのファーってなってます。あ、ファーの方ですか、こっちじゃなくて、はい、うん、違う違う違った。ちょっと今ね、私が消えてたので、はい、あ、消えてた。そうそうそう、だからどれが追いかかる。じゃあこっちの方でコメント見ればいいのかな。こちらのティーラベントのファーのコートにこのストールの見え方具合ということですね。首元にまたボリュームが、できて、よりあったかみが。コートの上にニットファー、コッシーのコートの上にそれじゃないですかね。ん？あ、こうじゃなくて、ごめんなさい、それに重ねる感じ。これに、この上にティーラベントのこのファーをコッシーのコートの上につけようという、あ、重ねるっていうことですね、はい、失礼しました。そう。ごめんなさい、読解が追いついてなかったです。入った。血が白だ。アドリブしたいのにアドリブに弱い。自爆コース。自爆しちゃったけど、でも。なんかそうやってね、コメントいただけるといろいろまたコーディネートの提案幅広がって、こういうことだ。その上にティーラメント、そういうことだな。こういうことですね。ほかほか、そうそうって、よし。お待たせしました。もどかしかったかもしれないですけど、ね、この感じもなんか白の風合いがすごいマッチしていいですね。あの、このコートがあのポリエステルじゃなくて綿100の生地なので、またそれもなんか全体の風合いがばらつかなくていいのかなっていうポイントだと思います。マッチさんも入って、あら、ありがとうございます。いいな。ちょっといい感じにまとまったのではないでしょうか。ありがとうございます。
嬉しい。お値段どこまでいった、まあ、もう一回言いますね。お値段コートまで。もう一回ですね。もう一回言っておきます。もう一回ですね。はい、忘れちゃった。こちらのカシミヤ100のフォックスファーのティーラベントの、まあ、ポンチョショール。防体もいらないと。防体なしでも、うん、ね、見え方としてはスッキリするのでいいと思います。こちらが105,600円が73,920円になっております。防体なしのこの見え方も、なんか皆さん入っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。そしていろいろコメントをいただけたらライブの中に即座に反映させていただきますので、ぜひいろいろいただけたらと思います。でお値段は、はい、お値段いきますね。で、こちらのホッシーの名100のコート、こちらが75,900円になっております。でこちらのテープヤンのベストですね。こちらマレーラのモノクロームのシリーズになっております。黒の分量が減って爽やかになりました。ね、こうすると爽やかですね。年にカシミヤはマッチしますよ。ね、いいですよね。ありがとうございます。こちらのベストが33,000円になります。でちょっとこれシレット羽織らせた、こちらのジップアップ、先ほど新谷さんも来ていただいたのでもう一度一応値段言いますと42,900円になります。でこれは定番、すぐなくなるのではないでしょうかというやつですね。こちらのジップアップが49,500円になります。この透け具合がね、相変わらず綺麗ですよね。相変わらずいいですね。で、オリジナル、このカットソーのストールのついたブラウスですね。こうやって広げると割としっかりと幅のあるストールになってます。ファッションさんの遠隔ライブ。そう、遠隔でやってますね。でもやっぱりファッションコーデは素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら29,000円になりますね。なんかちょっと手加わるとファッションさんのコーデになりますね。いいな、遠隔ライブです。でこちらの裾がロール風になっているデニムパンツですね。今回ブラックデニムにしてみました。こちらが12,980円です。そんな感じですかね。はい。で明日はこの感じ、ちょっと季節進んだらもうこの感じね。でもっと進んだらもうこれ1枚でね。ぜひ着てみてほしいです。今から使えるのでおすすめです。はい。新谷さんお願いします。はい、ありがとうございます。はい。うん、わー。よいしょ。あ、すごくいいです。ありがとうございます。私はサクッと、あら、サクッとご紹介させていただきます。先日モッチーさんが、なんだっけ、ピッツァビアンコのあのスカートを履いてらっしゃって可愛かったなんですよね。あのタイプのじゃんじゃじゃーんワンピース、これがねまたねすごく可愛いんですよね。そうなんですよ。で、そのパフパフな
お袖のカーデガン、今日はニットメインなので、うん、と思ったんですけど、なんかこれがこのね、あ、出てないね、お袖にちょっと出る具合がすごく可愛くてね、袖丈感がね、そう、なんかパフパフ具合が、中のこのワンピースも後でちょっと脱いでお見せしますけど、うん、おってお、ね、おってなりますよね、これ。そう、パフパフ具合がすごい可愛いんですね、うん、で、ポッケがこんな感じでついてまして、で、後ろがこのロゴ、あ、またなんだかにくいなってちょうど見える場所に、そうなんですよね、ロゴがあるっていう感じですよね。そうですね、これ背中にバシンじゃなくてちょっとその方にあるのがいいですよね。で、ボタンね、これ前全部開けて羽織にしてもいいんですけど、ちょっとボタンここまで開けてもかっこいいし、で、上まで閉めちゃって、うん、いい感じ、チャーミング、ありがとうございます。そう、なんかチャーミングなんですよね。そう、襟立て具合でこのね、ここだけキュッキュッキュッって折っていただいても、モーニングカラー、そう、そうですよね、はい、なんかそんな名前ありますよね、ここプキッて折っていただいてもまたなんか可愛くできるかな。なんかね、本当チャーミングみたいな感じで嬉しいな。なんかその袖のね、そう、パフパフ具合とすごい合ってていいんじゃないでしょうかって思ったんですね。で、これを脱いでみると、ちびえりってね、そう、そうやって楽しんでたんですね。ちびえりなんかね、可愛いんですよね。これは脱いでも真夏にちょっと可愛くないですかっていうね、もうこれだけでいい、うん、これだけでなんか可愛いんですよね。この背中の、そう、ギャザーのやり方もね、すごく可愛いし、こんなに、そう、実際超大分量ですね、こうなると。なので、かなりゆったりしている感じなので、うん、本当これね、羽織物でもいいし、でもやっぱりなんか透け感も全然ないので、ワンピースで着ていただくと可愛いんじゃないでしょうかね。ギャザーいいって、いいでしょ、ね、いいですよね、本当にいいんですよね。でポッケもちゃんとこうしてついているので、と、これが色違いが、そう、お色違いがございます。先ほどの進行掛けはあ、スリットもいいって、進行掛け、進行掛けできるのかなって、これちょっとグリーンでやってみます。急にグリーンそうこれでも、あ、かわいい、皆さん可愛いですよ見てください、すごい色が可愛い。このグリーンにすると、あ、これね、きっとよいしょ、なんか始まるそう、これ差し込めるんじゃないですかね、入るかな、うん、よいしょ、あ、ほんと、よいしょよいしょ、なんか懐かしい、冬のニットでこんなのありましたよね、なんかスヌードみたいな、そう、スヌードみたいに、こんなことして遊んでも可愛いです。なんか自然ですよね、袖がくるんって巻いてるわけじゃなく、結ぶわけじゃなくてね、そうね、このカーディガン、これは黒もある、黒は後でご紹介させていただきますが、映えって映えいいです、ありがとうございますで、あとこの、ワンピースの色違いがこちらになります。これがね、またね、この黄色いステッチ見えますでしょうか、あ、入れたんですね、そうそう、袖に袖を入れてる感じですね、ほら、かわいいでしょう、このそう、ステッチの色、ステッチの色が黄色なんですよ、あ、綺麗に写ってます、それがまたね、かわいくて、で、後ろのピッツァビアンコがこういうお色、これ色出てるかな、色、あ、色分かりますね、ちょっとベージュ、これ何、キャメルかな、キャメル、キャメルでピッツァビアンコ、皆さんこれを進行掛けと呼んでくださいですね、ここに差し込んじゃうんですよ、らしいです、そ
そう、そう、ここに差し込んじゃうと楽しいかな。これこの色もすごい可愛いんですよね。ね、なんかそのステッチが、そのインディゴの感じにそのライムの感じでまたねステッチの色が、うん、ね、可愛いですよね。こういう感じで遊べるかなって思って。合いますね。ね、いいですよね。なる、これが進行がけ。なんだかわかんないんですけど、なんか妙に広まっちゃうんで、そういう感じになっちゃいましたね。このパフパフお袖のここに差し込みっていうのはね、ちょっと以前ねやらせていただいたのかな、うん、ディスプレイで。そうですね、うん、便利ね。かわいいな、この後ろ姿の、このこれが、そう、自然なんですよね。ね、すごい素敵な感じになっております。ね、コメントもいただいてましたけど、スリットのね感じもいいですよね。そうです、そうです。ここね、スリットが、私まだパンツ履いたままなんですけど、これ素足でもすごい可愛いし、うん、あら、ゴミが、これにあのスニーカー、白のスニーカーで履いていただいてもすごく可愛いと思うんですよね、うんうん、とか、あとハイカットの皆さんしていただいたりとかっていう、そうですね、うん、感じがいいと思いました。はい、で、お値段の方がこちらのカーディガンの方が18,700円です。そしてこのよいしょワンピース、21,780円ですね。なんかお手頃でいいと思います。はい、大丈夫ですか。はい、すいません。で、以上です。ありがとうございます。かわいいの、ね、これなんかさらっといい感じ、なんかかわいいです。スリットってね、このカーブがね、綺麗です、うん、かわいいです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらの一番最初に新谷さんが着たモノクロームのニットのお色違いの白ですね。これもなんかまたラメラメが綺麗なんですよね。出たパンツ、そう、目ざとい。そう、こちらのパンツはティーラベントの、あのウエストにゴムが入っているんですけれども、少しあの腰ヒップハンドの感じで履いていただく感じのパンツですね。ここのちょっとウエスト周りのヒップ周りの緩み具合がすごい程よくて、なんかいい感じに全体の雰囲気を崩してくれるかなって思います。で、今回はこのモノクロームのセーターの中にちょっとこれフォッシーの白のベストなんですけれども、最初に着ていただいたようにここの首の広さがとても綺麗なので、ただやっぱりちょっと僕が紹介するのにこれ1枚だと少しなんていうんですかね、勇気がいったので中に入れさせていただきました。で、このパンツにおついのこのコート、ちょっとお袖のこのリブが可愛いんですけどが揃いましたので、もうこれは紹介せねばと、もうニットを見せるかっこいい素敵っていうのが大前提で、合わせてこの感じもご紹介させていただきます。
昨日パンツだけ届いてあれって思ったんですけど、コートもしっかり届きまして、このちょっと柔らかめのちょっとジャージーっぽい生地の、まあ同じ生地のコートが入ってきました。いやおしゃれ、ありがとうございます。パンツはセットアップで満点、すごくすごくかっこいいです、ありがとうございます。そう、今日入ったコートです。そう、これねセットかっこいいんですよ。もうこれ紹介したい、でも今回はニットのご紹介しなきゃいけない、どうしようって思ったら、ちょっとこの感じ、なんかこの襟の入り方とかすごい綺麗にかっこいい感じなんですけど、このパンツがいい感じにカジュアルダウンさせてくれるので、ちょっと上の感じも綺麗めに、綺麗めのセーターなんですけど、ちょっと程よく崩れる感じで組み合わせています。で今回のこのパンツに関しては割と少し丈が短めになってますので、まあ、今回マネキンだとちょっとこうやって変に足素肌が見えちゃうんですけれども、実際に履いていただく分には全然ここの隙間埋まるので、むしろこれからちょっとスニーカーとか足首見せていただくと、より春らしさ感じられる、そんなセットアップになりますね。こちらはそう、この生地の柔らかさ具合、このまたスリットの深さがまたいいんですよね。そう、ジャージー素材だから気楽に着れますって。そうなんです、本当気楽に普段に使っていただきそうな、そんな生地感の、でもシルエットのとても綺麗なかっこいいコートになりますね。でこの生地感なので、落ち感、この背中のたまり具合とか落ち感の縦のラインがすごいまた綺麗なんですね。なんかニットのご紹介なのにコートとパンツばっかり紹介してます。そう、これは見ていただきたかった。で一応こういった感じになってますね。よいしょ、こうやってウエストに、このウエスト3センチが、まあ、ゴムになっ てすごい柔らかいゴムで伸び伸び楽に履いていただけます。逆に切れます。パッションさんは OK ですよ ね。そうなんですよ。かわいいわ。これパンツも表記フリーサイズになってるので、ほとんどの人履いていただきそうです。これ締め付け感のない柔らかいゴムです。でここのね具合はこういう感じになってます。お袖のそのコートのお袖がすごくかわいい。そう、これね、かわいい。その色合わせね、グレーと黄色と白って、うん、なんかかわいいんですよね。すごいかわいい、かわいい、かっこいいですよね。そう、全体のシルエットは本当にかっこいいんですよ。この中にこういう感じがちょっと入ってると、なんかちょっと女性らしい可愛らしい感じも入って、パンツかっこいいですよね、そのパンツ。そうなんです、なんかさりげなく入って、でこちらのお値段気になるって言っていただいて、ね、気になりますよね。早速お値段言っちゃいますか。なんかいいですよねこれね。いいんですよ、春先このコートだけでも
この中身のこの白いニットとその白いハイネック具合もなんだかかっこいいんですよね。そう、このハイネックもちょっと変わってるんですよね。こういうクロスする感じでこのままフードになるのかなって思いつつ、ハイネックなんですよね、そのまま。で最初に新谷さんとご紹介した通り、これはこちらのアクセリットになってるアシンメトリーのニットになってますね。あ、このセットアップ自由が丘&目白で2セットのみです。あら、あら、2セットしかないみたいです。そうなんですね。あ、だっていいんだもん。これいいですよね。そのコートすごい綺麗なんだもん。いいですよね。うん、なんかかっこいいんですよね、それね。かっこいいんですよ。ちょっと鼻息荒くなりますけど。いや、なっていいです。本当になんか、なんだろう。で、なんかこの縁取りの仕方もここで、なんかこうキュンって一回しっかり区切りがついてたり、そういう細かいところとか、もう裏地はいつも通り綺麗ですね、仕立てが。キーラベントさん、こういうところはなんか安心して紹介できる。本当綺麗。普通なコートに見えるんですけど、そのお袖がね、そう、これすごいおしゃれ効きますよね、具合が。そう、お値段をじらし続けてますけど、じゃあいきますね。ではこちらのコート、はい、早速ですね。はい、こちらキーラベントのコートが53,900円になります。なんかいろいろニットの値段とか言ってる中で、このコートがちょっとリーズナブルって感じ。なんか普通、うんね、それだけだって綺麗なのに。そう、ほんとほんと、53,900円になります。間違いなくすぐなくなりますね。お急ぎよーと。お急ぎよーそうですね。で、こちらのマレーラの色違いはありますか？お色違いは入っていないですね。グレーだけなんですね。グレーだけです、この情景。こちらのニットもこうやってキラキラしております。ちょっと分かりづらいけど、そうそう、ラメラメ、ちょっとさりげないラメラメってしてるんですよね。そうなんです、そうなんです。あ、ファッションさんがこの色のみです。そう、この色のみですね。この色のです。こちらのニットが36,300円になります。グレーのみですね、この条件は。ですね、はい。で、こちらのホッシーの、まあ、タンクトップですね、ハイネックのタンクっていうかノースリー、こちら綿100ですね、16,500円になります。で、こちらのパンツ、こちらはフリーサイズです。こちらのパンツが28,600円になります。なんかどっちもなんかセットアップですごいバッチリなんですけど、どっちもそれぞれ使っていただきそうなものになってますね。おすすめです。そう、一番最後はセットアップでさらっとなんですけど、でもこれはセットアップで絶対にご紹介したい、ね、いいですよね。その上は上だけでもすごいそれ使っていただけると思うんですよね。お襟の具合もなんかいやらしくない幅感がかっこいいのと、 A ラインまではいかないんですけど、ちょっとなんかこうね、上がちっちゃくて下にちょっと広がる感じ。そうですね、ちょっと広がる感じの、それサイドスリット、サイドスリットが割と深めに入ってますね。それまたすごい素敵な綺麗な感じ、うん。でこのジャージとのことですが、素材は、あ、素材でいうと、あのレーヨンが85、ナイロンが10、ポリウレタンが 5% の生地ですね。レーヨンが80あるので、まあ、ちょっとさらっと使っていただける生地感ですね。そうですね、うん、でポリウレタンが 5% 入ってる、まあ、ある程度、まあ、伸縮の効いて、ちょっと伸縮しやすい、肩周りの動きとかすごい良くて、
ってもうパーツは言わずもがなって感じ。気になる方はすぐ連絡だけでもください。うん、まあお気軽にコメントをいただいて、ぜひ、まあ、ありがとうございます。皆さん本当入っていただいてありがとうございます。本当、ね、嬉しい。ポケットがスラッシュのポッケですね。そんな感じですかね。はい。ちょっと最後がさっぱりですけど、でももうこれはこれ以上の、これはもう、うん、さっぱりでもすごいかっこいいですよ。うん、もうこれはこのまんまおすすめしたいです。うん、です。ありがとうございます。白いスニーカーでもかっこいいでしょうね。あ、そうですね。白いスニーカーちょっと当ててみますか。マジ早いと思いますので。マジ早い、ね、でも本当にかっこいいのでね、うん、私欲しい上着かわいい。あ、私履いてる。あった、ね、ありました。なんかカーキーの色入ってるよりも完全に白っぽい方が、うん、真っ白白で、そう、真っ白白がいいかなって、うん、ペタッと履いていただくとすごいかっこいいと思います。ちょっとね、これマネキン身長ありすぎるのであれですけど、うん、実際にはいい感じの足首の見え方になるはずなので、もうぜひお試しください。通販、はい、通販ですね。うん、ではラスト、新谷さん。ラストなんですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大丈夫ですかね。おしょおしょ、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、新子着てみたらって。あ、ちょっと待ってください。じゃあ先にこれを言った方がいいですよね。じゃあ最初にご紹介して、最後にじゃあちょっと着てみてもらえますかね。もうこれすごい可愛いのが出てきたんです。気合入ってますね、肩出して。そうなんですよ。だってもうね、これ肩も出すんですけど、ここがちょっとスリットが入ってたり、このなんてったってトリミングがすごい可愛いじゃないですか。とこの柄ズンね、これはなんて言うんですかね、あのなんて言うんですかね。なんて言うんですか、この柄は。何柄？何柄？でもすごい可愛いんですよ。でですね、この背中が見えますかね。背中が絶品すぎます。そうなんです。あ、映ってます、映ってます、綺麗に。これがすごい可愛いんですよ。そう、このね、もうまんまる綺麗に開いてるんですよね。そうです、もうこれが本当にすごいかっこよくて、もうこれは背中見せたいですよね。見せたいと思って。寒いけど暖房ちょっとガンガンにつけていただいて頑張ってますよ。本当でもね、本当にすごい可愛いおしゃれなお洋服、うん、ね、でやっぱりちょっと上がないと寂しいので、さすがにこれは着る。そうですね、ちょっとないといけないかなと思って、やっぱりこの今はなんかすごいこれ使えるバージョンなんですよね。うん、ね、さっきのグリーンと何でしたっけ、白とっていう3色の分なんですけど、はい、これがこんな感じで着ていただくと、これはこれですごい可愛いですよね。で、足元はスニーカーでちょっと崩しても、このスニーカーがまたすごい綺麗なので、好きって次から次へとキュンキュンするものばかり。やった、嬉しいです。でも本当にね、もうなんかね、これ見た瞬間私も本当興奮興奮でうるさかったんですよね。これまた、もうこれは絶対やるやるってもう今でもなんか冷や汗、汗かきながらぐらいじゃないですけど、もう嬉しくって、こんな可愛いお洋服あるんだみたいな世界の、このなんていうかトリミングがすごく可愛いんですよね。これ夏の本当に
このままでね、これ1枚で着てほしいですけどね。こういうパンツ、これはね、ちょっとウール入ったパンツ、パンツがなかなかね、あの見当たらなかったので、いつものホッシーさんのパンツを履いてみたんですけど、はい、もう本当にね、これで春可愛すぎますよ。なんかもうそのままいい感じですね、うん、ね、このままで全然、うん、このなんかちょっとスニーカーで崩した、これスニーカーまでって映ってるんですか、足元。スニーカーまでなんとか映ってますね。なんとか後ろまで下がっていただいたら全然。よいしょ。この感じですよね。なんか本当にすごい。で、このまたスニーカーがこれからちょっといいのかなっていう。ね。このそのペタンコ。うん。ピッピッて引っ張れば、ですごく履きやすいスニーカーなので、うん、この感じ。もう本当に。可愛いと思いました。なんかこのゆったり着こなす感じがいいです ね、ま、たなんかいいですよね、なんかね、うん、でこの丈感がね、またね、このちょっとハイウエストなパンツとすごく、ね、相性いいですね、うん、相性よくって、すごく新谷さん3点の組み合わせが最高って、ありがとうございます。本当にね、いいですよ ね、全部別々のブランドなんですけど、うん、間違いなくバッチリって、ありがとうございます、ね、なんかすごい、これ後ろ向くとちょっとかっこいい感じには見えるんですけど、うん、いや、かっこいい、かっこいい。前向くとちょっとかわいい、もう入ってるかなっていう感じです。で、こちらのお値段の方が、これ先ほどの分で18,700円と、どれだ、あ、このパンツがホッシーさんのパンツで、36,300円ですね、うん、そしてこれがですね、こちらのタンクトップが34,100円ですね。はい。でもすごい可愛いの、もう本当に可愛いの、これ。ね、これね、もう可愛いの。もう肩出してでも着たい。出します。でもこれ本当ね、もうこのままいいですもんね。ね、本当になかなかこんな横姿もすごい可愛い。横姿も本当に興奮しますよ、可愛くて。なんかそのコンパクトな感じと、ね、あ、うん、可愛いです。で、ね、フリアとか言って、もう本当なんか、もうこれは皆さんで騒ぎたいぐらいですね。うん、マレラマレラそうです、マレラなんです、これ。本当にもう海外っていうね、うん、本当にっていう感じです。で、あの先ほどのグレーを、あ、そうですね、羽を決めていただいて、はい、ご紹介、はい、じゃあちょっとお待ちください、すいません、あれ、はい、あ、ここ、こっちで、あ、下も履かなくていいのかな、あ、せっかくなら全部着てもらえますか、そしたら、はい、あ、じゃあお願いしますね、いや、大丈夫です。よいしょ、ね、せっかくなら全部着てもらった方がいいですもん。よいしょ、あ、まあ、ウエストの感じでもいいかもしれない、これかわいいよ、これはかわいい、はい、あ、さすがマレーラって、そうですよね、あのニットいいですもん。で、先ほどあの中に着せてたホッシーのハイネックがこれなんですけど、ちょっとお色違いの黒、お色違いが黒がございまして、そう、こういう中に使ってたので分からなかったんですけれども、こうやってホッシーの刺繍が入ってるんですね。ちょっと可愛らしいね。で、首元ちょっと見えてたか分からないので、もう一度ズームでこういう感じになってました。で、先ほどのようになんか
今だと中に使っていただきやすい感じで、もう実際にシーズンが来たらこれ1枚でいいのですけれども、なかなかいい感じ、これも使いやすいですね。で白は白の刺繍でやってます。あ、そうですね、首元ちょっと分かんなかったですよね。こういう感じになってました。でこの首の付きがこのモノクロームのこのボートネックの広さとちょうどいい具合にマッチして良かったので、本当はこれ1枚でいいと思うんですけれども、これ1枚で着せる度胸がなかったので着せてましたが、新谷さんはもう肩も出しちゃって出しちゃってましたね。これね、ちょっとこの上着、この上にはちょっと短い感じにはなるんですけど、わ、でもかっこいい。うわぁ、かっこいいですよ。ちょっと襟が崩れて、よいしょ、ね、ああいいなぁ、いいですよ、これ本当にかっこいい。ちょっとこの中の柄がまた特殊になっちゃうかもしれないですけど、よいしょ、わっ、かっこいい、かっこいいですよ、これ本当に。やっぱり履いていただくとくるぶしくらいになりますかね、そうですね、丈は。そうですね、丈はちょっと、丈はシークレットでっていう感じで、ちょっとこれ。マジかっこいいって。ほんとかっこいいです ね、これね。この、でも本当に着て形になるんですよね。そう、いやいいなぁ。いいです、本当にいいですよ、これ。あ、取れちゃった。あ、忘れました。ちょっと上を脱いでみましょうか。でもこれ上がすごい可愛いの。ね、そのお袖のね。可愛いし、このさりげない後ろ姿も、すごいいいと思いませんか、うん、これ上下で着ていただいて。もう背中が綺麗なんですよね。ね、なんかこの横姿のこの感じもすごく綺麗。うん、これ使えますね。すごいかっこいい。あ、なんかコメントいただいて、セットアップ2号店に行きますのでお願いします。そう、目白と10号店、ね、ありがとうございます。1セットずつしかないので、ちょっと待ってくださいね、これね、上ちょっと私ややこしい、そのまま、そのままってなんだろう、ちょっとパンツがね、パンツがこんな感じなんですけど、うん、これでもパンツなんかおしゃれですよ。これ今この今着ているこの上がすごく短いタイプなので、ね、割とちょっとなんかあのあれに見えちゃうんですけど、なんかすごいかっこいいですよ、これ。うん。わ、かっこいい、これセットアップですごくかっこいいですよ。さっきのだからちょっとこう本当だとこのぐらいになると思うんですけど、ね、この上がすごく短いタイプだったので、そうですね。ここ開いちゃってるんですけど、でもこの、かっこいい。かっこいいのだって。かっこいいのだ、ね、いいのだですよね。なんかここもかっこいいのだ。なんかね、これ B さんとかなんか別に、あ、サンダルとかでもすごく夏場タンクトップ、うんうんうん、普通にタンクトップ着て。そうですね。うん。かっこいいと思います。特にこれで私は着ちゃいましたけど。すごいかっこいいですよ、このパンツ。ゆるっとしてるようで、なんか変なシワの寄り方じゃないんですよ、綺麗に。あのね、ゆるっとしてるんですけど、うん、すごいスウェットしてないんですよ。そうですね、この辺のね、具合がね、すごいパンツっぽくって、すごいかっこいいんですね。そして、もうやっぱこれかっこいい、着こなしも満点。そうさ、なんか本当にこれはかっこいいですよね、うん、
なんかなんかね、ほんとスーツではないラフだけどスーツっぽい、スーツっぽいけどでも気楽。そうなんかね、多分このペタンってした光沢感だったり、うん、なんかわからない、このスーツかっこよさ、ジャケットっぽい雰囲気だけど、うん、ちょっとカジュアルですみたいなですね、うん、あ YK さんお待ちしてますって、ねじろうさんねお待ちしてます、ね、本当にいいと思います、かっこいいと思います、これは、うん、なんかこの横姿なんて言うんだろうな、あの本当にジャケットっぽいけど楽だけどジャケットでもカジュアルみたいな、そうなんかカジュアルとなんかフォーマルの具合のバランスの良さがなんかね、本当にこの光沢、多分この生地の光沢なんでしょうね、ね、すごく綺麗、ね、この具合がね、うん、もうこの肩のラインとかがすごく、モッチーさんが入ってるよってね、ありがとうございます。そう、この感じがすごく綺麗だと思います。かわいい、これほんとかわいい。あ、そう、モッチーさんにお願いします、お待ちしております、2号店ね。ね、見てこの色具合がね、こうやって光に当てるとね、この光沢とか、ちょっとうるさいですね、私ね。いやいや、うるさくない、本当にね、かっこいいんです、かっこいいです、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にということで、すいません、うん、長々と。いやもうね、これは長々しちゃいますよ。長々しちゃいます。これ本当にいいんですよね。もう、かっこいい、この具合が、ね。スリットの入り方と。そう、コメントでいただいてるので、この端っこにいたら、この感じが。目白点分完了って、そうですね、あじゃああともうこの1セットだけですね。そうですね、本当にこの1セット皆さんお早めにです。いや本当早い者勝ちになると思いますので。そう、でも本当にね、この上着はすごいかっこいい、これトロピタパンツで履いてもすごいかっこいいですし、うん、白のデニム、あのスキニーなデニムで履いてスニーカーでワンワン散歩だけでもかっこいいですし、あ、いいですね、もうお出かけはもちろんなんですけど、すごくお似合いです、ありがとうございます、かっこいいですよ、皆さん本当に。ということで、すいません、興奮してしまいましたということで、ありがとうございます。はい、これだけ脱いできますね、うん、いや、かっこいい、かっこいいですね、これね、こんな暑い日、暑くない日、寒い日だけど盛り上がって暑くなっちゃう。本当にね。そう。興奮してしまいますよね、これはね。しつこいけど完璧かっこいいって。もう本当しつこいくらい言っちゃいたい。良かったです。うん、あ、大丈夫ですか？え、何もうご挨拶だけですよね。はい。これでご挨拶させていただきましたね。これも本当にこんな感じですごい可愛い。元気熱いんです、ここだんだんね。ね、熱くなってまいりましたけど。でも本当にこれはいいと思います。うん、はい、はい、そんな感じで、もうニットだけのつもりがいろいろね、ご紹介したくなっちゃいましたけど。そうですね、本当に。そう、かっこいいもの揃っております。はい、もうこれからどんどん。うん。ですね。だってこれで紹介してないものまだありますからね。そうですよね、本当に。そんな島区なので、ぜひご来店いただけたらと思いますね。そうですね、自由が丘の方にも遊びに来てください、うん、皆さん、ね、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは皆様、今晩もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。次回は明日明日ですか。明日やりますか。シマーク目白の方のインスタライブで、はい、もっこチャンネル、もっちゃん、うん、あの夜20時、はい、8時からまたやりますので、はい、ぜひそちらもご覧ください。はい、あ、そうですね。あの1号店が今閉店セールをやっております。そうですね。
私も買いに行こうかな。あ、なんかずっこいことしようと。そう、それでね、ちょっと今日いろいろ手が離せなくて、そう、パッションさん、はい、こっちまで来れなかったんですけど、なかなか大盛況しておりますので、うんね、今1号店に置いてあるものも結構早い者勝ちみたいなものがいろいろあったりすると思うので、ぜひそちらも見に来てくださいね。楽しいもの揃っております。はい、よろしくお願いします。はい。それでは今晩もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。それではいきます、せーの、 This is a passion。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう熱くなってきて本当に最後の最後にヒートアップしヒートアップしちゃいましたね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。パチパチ、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。では失礼いたします。失礼いたします。あ、パチパチ、ありがとうございます。本当に嬉しい。あ、よかった、嬉しい。